よろしくお願いします。岐阜市民病院の看護部の皮膚排泄ケア認定看護師の武田博美と申します。病院の中には看護師さんがいっぱいいるんですけれども、その中でもいろんな得意分野を持った看護師というのがあります。認定看護師といって、私は皮膚排泄ケアといって、お肌と排泄ケアの、分野の、得意分野を持つ看護師となります。で、今日は、先生が先ほどかゆみについてお話をしていただきましたので、私は、ドライスキン、保湿ケアで、ちょっと皮膚のかゆみとか改善できるかもしれないなということで、保湿のケアについてお話をしていきたいと思います。では、先ほども先生からお話ありましたね。皮膚の構造について少しお話を振り返っていきます。皮膚は、表皮、真皮、皮下組織というのでできています。で、一番体の外側にあるのが角質層ですね。角質層の上には皮脂膜といって、汗と皮脂でできた膜というのができています。で、人の皮膚、成人の人の皮膚っていうのは結構大きくてですね、広げると畳1畳分ぐらいあります。で、人の体の中で最大の臓器というふうに言われています。で、汗をかいたりとか、体温を調節したりとか、あとは体から汗をかいて、体からの老廃物を、取り出したりとか、あと皮膚からお薬の成分を吸収するような役割を持っています。で、この中で一番皮膚のバリア機能として大事になってくるのが、表皮、角質層、皮脂膜という部分になります。皮膚の新陳代謝は、だいたい1ヶ月ぐらい、4週間ぐらいのサイクルで起きていきます。角質、表皮の、基底層というところから角質層、細胞が分裂していって、だん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 外に押し出されていきます。で、その中で、細胞がだんだん変質していって、核がなくなって、死んだ細胞となって、角質層というのを作って、その角質が剥がれ落ちていくっていうのが、皮脂の新陳代謝、ターンオーバーというものになっています。角質のバリア機能についても先生からお話ありましたけれども、角質層の中には、角質細胞の中に天然保湿因子、あとは角質細胞の間にセラミドという、ものが入っています。まあ、そうですね。例えて言うなれば、レンガが角質で、そのレンガをくっつける役目をしているのがセラミドというふうな印象を持っていただければいいかなと思います。で、そのさらに外には皮脂膜というものがあります。皮脂膜は人が分泌する汗と皮脂ですね、で、が混じった天然のクリームになっています。で、この天然のクリームっていうのが人の皮膚の表面を弱酸性に保っています。で、その弱酸性に保つことによって、細菌の繁殖であるとか、細菌が体の中に入ってくるのを防いでくれる。あとは、有害物質の刺激から防いでくれる。というようなバリアの役目をしていきます。また、お肌表面の水分が蒸発していかないように、蓋の役割もしています。では、このバリア機能が低下する原因としては、皮脂の落としすぎ、洗浄ですね。過剰に洗浄してしまう。あとは、かいちゃって摩擦するとか、あと皮膚が乾燥してくる。で、あと紫外線の刺激であるとか、あとは栄養のバランスの乱れ、睡眠不足などの生活習慣の乱れなどによっても、皮膚のバリア機能っていうのが低下してきてしまいます。あとは、加齢によって皮脂量だったりとか、水分量が低下している。あとは、ターンオーバーが、正常に働かなくなってくることによって、バリア機能というのが低下してきてしまう。で、皮脂膜が不足していると、角質層の中の、角質細胞間脂質とか、あとは、角質層の中にある天然保湿因子ですね。
セラミドなどが体の外に出ていってしまいますし、あとは角質のも、きれいに並んでいるんですけど、そういったものも、角質が乱れてきてしまいますので、お肌が乾燥している、粉が吹いたように見えたりするようなことになってきます。で、そこに中にバリア、刺激物質が体の中に入ってきてしまうので、皮膚の炎症だったりとか、かゆみというのが起きやすくなってしまうというところになってきます。で、この中で、そういったバリア機能を正常に保つために、スキンケアというのが大切になっています。で、スキンケアは洗浄と保湿と保護というふうに言っています。まず洗浄なんですが、洗浄剤、まあ、石鹸とかボディーソープですね。低刺激のものを選んでもらうと、皮脂を過剰に取りすぎないので良いと思います。あとは、よく泡を立てて、泡のクッションで洗います。ナイロンのタオルとかでゴシゴシこすってしまいますと、角質も削り取ってしまいますし、皮脂も取れてしまいますので、泡を十分に立てて、泡を転がすように洗ってもらうといいと思います。あとは、お湯も熱すぎるお湯によって皮脂が溶けて流れ出てしまいますので、お湯もぬるめのものをお湯、ぬるめのお湯で入っていただくのが望ましいです。ね、泡を汚れのところに乗せるだけで汚れを吸着してくれるような効果がありますので、まあ、しっかり泡立てたり、あとは泡で出てくるようなボディーソープを選んでもらうとお手軽かなと思います。でその中で、じゃあ、どんなのを買いに行こうかなって、ドラッグストアとかで探しに行かれると思うんですけれども、弱酸性であったりとか、敏感肌、乾燥肌用とか、しっとりですよっていうような製品を選んでもらうのがいいかなと思います。逆に、アルカリ性の石鹸ですね。固形石鹸であるとか、スッキリとか、そういったものを使用してもらうと、皮脂分泌が活発な若い方の場合は、こういった、アルカリ性の製品、洗浄力の強い製品の方がいいのかもしれないですけれども、乾燥肌で悩むような方の場合には、こういったアルカリ性、スッキリとかっていう製品は避けた方がいいかもしれません。で、次に保湿ですね。保湿のポイントとしては、1日に1回ではなくて、もう1回、2回ぐらい保湿剤使用するのが良いというふうに言われています。あとでちょっと塗ってもらおうと思うんですけれども、ちょっと腕見てみてください。毛の流れの方向分かりますかね。毛の流れって横に向かって生えてますよね。このキメに沿って塗り伸ばすのが、保湿剤の正しい塗り方だというふうに言われます。で、また、保湿剤の適量なんですが、これ、自分の人差し指の第一関節から指先ぐらいまでが、フィンガーチップユニットって言って、まあ、病院でもお薬塗るときに、これを、この量を参考にするんですけれども、これが大体0.5グラムぐらいっていうふうに言われています。それぐらいの量。で、あとは乳液のような柔らかい製品だったら、1円玉ぐらい、これが0.5グラムぐらいというふうに言われていて、これが手のひら2枚分というふうに言われます。で、保湿剤の種類ですが、軟膏、油ですね、油脂。で、クリーム、乳液、ローション、ジェルだったりとか、フォームという製品があります。で、それぞれ、保湿力の方は、もちろん、硬いもの、油分が多いものの方が、しっかり、保湿をすることができる。油分を補うことができるんですけれども、これから暖かい時期になってくると、あまりしっとりするような製品だと、ちょっとベタベタして、ちょっと気になるなということがあるかなと思いますので、ローションだったりとか、ジェルタイプ、あとは泡タイプ、フォームタイプの保湿剤というものもありますので、そういった、ものを選んでもらってもいいかなと思います。
で、もう一つは、皮膚の保護ですね。皮膚を擦ったり、摩擦したりしない。あとは、紫外線からの保護っていう意味で、衣服を身につけること。もちろん衣服身につけていますけれども、例えば、皮膚の乾燥が気になる場合には、半袖ではなくて長袖を使用する。あとは、刺激の弱い、柔らかい天然素材のものを使用する。というようなものがあります。あとは、皮膚、おむつとか使用されている場合には、皮膚の疹乱を予防するために、油性のクリーム、撥水、水を弾くような効果のある、クリームを使ってもらったりとかもします。あとは、紫外線から皮膚を守るために、日焼け止めを使用したり。あとは、外的な刺激、擦ってしまったりとか、ぶつけてしまったりとか、そういった刺激から身を守るためには、環境の整備、お片付けとか、お掃除とかも大事になってきます。で、乾燥肌というのは、スキンケアで予防できる部分もありますので、しっかり予防していけるといいかなと思います。あとは、加齢とともに皮膚の状態というのは変化しますので、必要なケアというのも変わってきますよというところ。で、あとは今日はかゆみについて、お話を誰に来られている方が多いかと思いますので、保湿、しっかり覚えて帰っていただきたいと思います。今日みたいに暖かい日はもしかしたらちょっと汗ばんでいるので、乾燥なんてしないわっていうふうになるかもしれないですけれども、やっぱり、お風呂入った後ですとか、今ですと手洗いしっかりしますよね。手洗いの後ですとか、どうしても、皮脂が取れてしまうタイミングっていうのはありますので、そういったタイミングで保湿剤塗っていただけるといいかなと思います。私の方のお話は以上になります。ありがとうございました。